バイキュアの昼食でございます。もう2時になっちゃいましたけど、はい、別にあの忙しいとかで、まあ、とりあえずトゥデイをやって、であの明細作って、でその後になんかちょっとね、こう何パーツカタログとかちょっと見てたんですけどね。であの V ストローム1000のね、V ストローム1000ってあのうちにあるやつ、古いやつですね、はい、2014年に出たやつですか、2017年まで、で2018年でこのモデルにね、トーション、なんだっけ、あの、トラックシステムみたいなね、はい、そういうのがついてるやつに変わったと思うんですけど、その前のやつ、マフラーを見るとね、これ黒でしょ？で、ここステン、明らかにステンなんだけど、最初のやつ、いや、これの形がそっか同じタイプで、最初のやつって、何なのかな？あれ？でもなんかね、チタンっぽいんですよね。表面がね。あの鈍い、こう、金属の色でね。でどこにもその書いてないので、何製とかね、書いてないんで、はい。ただね、価格を調べてもね、信用できないでしょ。で、その最初のマフラーは今11万す。で、このタイプ、この黒いやつね、このタイプは5万なの。じゃあ、チタンなのかっていうと、多分そういうことではないですもんね。でも、チタンの方がいいね。思うんですけど、はい。今回はこちらでございます。鶏と野菜の黒酢&黒米ご飯。っていうね、はい。あ、でもこれ784キロカロリーなんだ。そう、なんか健康に良さそうなね。健康に良さそうなんだって、別に健康にいいかどうかわかんない。でもいろんなものがあった方がね、いいのかなと思って買いました。はい。あとですね、あの、つい寒いから暖かい、なんか、そばとか食べたいなと思ってね、鴨だしそば。だしにこだわった鴨だしそばも買ってしまいました。はい。100円ちょっと。ね。はい。要はこれがあの2割引きになってるんで、その分でこれを買ったみたいな感じになりますかね。はい、ではいただきましょう。いただきます。はい、そしたらまずね、このでね、レンジでチンしました。いろんなものが入ってますけど、玉ねぎですよね。うん。で、個人的にね、酢はあんま好きじゃない。正直なとこね。酢の物とかあんま好きじゃないんですけど、別に食べられないとかね、そういうわけじゃないんですよ。あれば食べます。はい。別に好き嫌いとかそういうわけじゃないんですけど、うん、あんまりね、好んでね。そんな食べられないものっていうのはそんなにないんですけど、どうしてもこれだけちょっと厳しいなっていうのは特にないんですが、何かありますかね。パクチーですか。ねえ、慣れれば多分大丈夫だと思うんですけど、ね、やっぱりね、こう食べてると食べる動画って言うんですけど、食べるやつはやっぱりね、こういう麺類がいいですよね。麺類をね、こうさっですよね。こういうのかな、江戸っ子っつうのよなんつって言いながらね、あの、落語家の方とかね、ってやりますけどね。うん。やっぱりこの鴨だしそばってのは美味しいね。うん。美味しい。うん。そして、でね、あの、特にこう動画撮らないで見るとき、いうときは、あの、Amazon プライムでね、動画を見ながら、早々のフリーレンとか、これ昨日見ましたね。相方と昼にね、お昼に見ました。はい。だからまあ見られない。何がいいですかね。うん。で、それを見ながら、そういうのを見ながら、まあ、食べるっていうね。うん。あります。そういえば、アンダー忍者見てないんだよな。アンダー忍者の、途中で結局あの全然、ほら、一人でってあんまないんで、アンダー忍者見てないんですけど、そう見た方がいいですよね。ね、どうですか？ね。うん。ちょっとね、あの、よろしくない。ナイル殺人事件。アマゾンプライムで見られますよ。早くインディ・ジョーンズプライムでタダで見られる。ね。もう最後ですか、あれがね。うん。多分、最後の、やつだと思うんですけど、違うのかな。それを見てね。うん、と思うんですけど。アンダー忍者。なんだろう、オーシャンズ。トップ・ザ・ワールド。2019年プライムリーグ。オーシャンズ、サップ、スクール、サップヨガ。ビギーのお姉さん2人が映ってるんですけど、何ですかね。やべ、そっちに目がいっちゃって、アンダー忍者よりも。
ね、肉食女子部とかありますけどね、やっぱりいっぱい食べるんですかね、うん、まあ、いろんなのありますね、はい。忍者に結婚は難しいっていうのは何だろう分かんないけど、結構見たんですよね。何話ぐらいまで行ったのかな。9話まで見てるんだ。10話かなか。今何話まであるんですかね。しばらく見てない間にね、12話まで。あ、またいいね。まあ、そんなのはね、とてもいいですね。はい。うん。私思うんですけど、V ストロームね。これ1000でしょ。これって変ですけど、これ。これ1000と 1000XT っていうモデルが出てるやつね。これ。で、1個前のやつは同じような顔つきになってて、まあ、あの、その、モーショントラックシステムみたいなのがついてないんですよ。だけど、まずね、これ全部樹脂になっちゃったんですよね、この方は。でも、ここ、アルミのパーツ使ってるんですよ、前のやつって。うちに置いてあるやつ。あと、マフラーが明らかに、まあ、チタン巻きなのか、まあ、ステン、でもあの色の感じだとチタン巻きだよね、多分ね。一時期、鈴木チタンいっぱい使ってましたもんね。とかね。あれ、あとカバー類マグネシウムじゃなかったっけ？なんかマグネシウム。まあマグネシウム、それカバーはちょっとわかんないんですけど、この新しいやつは樹脂になってたり、その鉄に、多分これ、色塗りだけど鉄だよね。だからそういう部分で少しちょっとこう、材質落として、いわゆる価格をね、うまいことこう調整してるのかなと、うん、思っちゃうんですけど、違いますかね。まあ、もちろんね、違うかもしれないんでね、うかつなことは言えないんですけど、まあ、古いやつはもう売ってないからね、もう中古でしか選べないから、うん、であんまり言うとあれなんですけど、2017年からか、これになったんだ。あの650とかね、装備がちょっと残念なんですよね。もう少しね、安く、もちろん100万なんですけど、まあ、こっちはだって140万とか150万するよ。ね、140万がするからね。まあわかるんですけど、やっぱり、ケチっちゃいかんよね。それなりの装備をつけてほしいんで。じゃがいもですね。ね、ナス。ね、ナス。ナスがね、いいんですよ。ナスどうですか、好きですか、嫌いですか、興味ないですか、ね、ナス美味しいですよね、はい、ね、ご飯食べないと、この黒いやつ体にいいのかな、何を持って体にいいのか分かんないですけど、あの美味しくないものをね、体にいいからって食べるのはあまり体に良くないんだよ。ああ、美味しいな、美味しいなって食べられる、食べてる方がね。かといって何でもかんでも食べりゃ、あれですけど、その方がね、体にいいんじゃないか。健康にいいんじゃないか。ね。よくこう、笑って過ごす。ね、そうすればほら、ね。その方が健康的だって話もよく聞きますよね。うん。ね。だから下手に医者に、なんか医者なんか行かない方がいい。なんか、重大な悩み使ってね、今すぐ処置しないとどうのこうの。ってね。なんて話も聞きますけど、まあね、それはね、はい、うん、で、PCX で入ってるんですよ。はい、昨日、あれ？おとといですかね、引き取ってきて、はい。あと、ボディマウントスクリーンとグリップヒーターも一緒にね。で、新しいあの PCX の一番大変なのは、一番最初外側のガーニッシュを外すのが一番めんどくさいって言ってました。っていうか、気使う。それさえ外せるんだったら、もうあとは全然っていう話をしてましたけど、本当ですか。サービスマニュアル貸してって言ったんですけど、いやー、それは外せる。あと別に何にもいらないでしょう、なんていう。ポルトはどうか貸してくれたんですけど。あんまり貸さないよね。うん。あんまり貸さないです。あれ信用できないもんね。貸して返してくれなかったら困っちゃうから、うん、もう自分が整備するときに物がなかったら困っちゃう。見られるんだけどね。
ホームページで見られるから別に、まあ、そんなにね大層なことではないと思うんですけど、これなんだろう、わかんない、なんだろう、わからないもの口に入れちゃったよね、ハス、レンコン、やっぱりナスだね、うん、一切れしか入ってないから大切なナスを食べます。うん、あと大切なブロッコリー、やっぱ調理の仕方とかそういうんで決まっちゃう部分もありますからね。でも本当に美味しい野菜は生で食べ物をかじってたら美味しいらしいですもんね。うん、やっぱり野菜嫌いになるとか 何嫌いになるとかはその美味しくないの食べちゃうのね。うん、なるみたいですけどね。危ない、まだ熱いよ、ね、口の中に入れちゃう、昨日あの院内警察っていうねドラマ、あの録画してるやつを、であのドラマとか録画して見てるんですけど、これを見てたんです。たらほら鍋でね即席麺やってるのがあって、ちょっと食べたいなと思っちゃったんですよね。とかく即席麺っていうとね、体に悪いだとかどうのこうって言われるんですけど、作ってるメーカーとしてはどうなんですか。ふざけんな、そんなことない、美味しいものを作ってるんだね。なんか体に悪いものなんか作ってるわけないだろうっていうことなのか、まあそうですね、体に良くないですけど、まあとりあえずすぐやっぱりこういうのはねあった方がいいのでみたいなことですか。どっちなんですかね。だって国が一応定めてるだろうしね、いろいろね、うん、体に悪かったら作っちゃダメだよね、うん、こんなこと言ったら、でもね確かにどんなものもそうですよ、砂糖だって入って体に良くないっていうしね、うん、塩だってそうだしね、うん、なんだってねなんてね思ったりもするんですけど、はい、よし、あのねディスクがもうない、あと1分ずっと点滅してるんですよね、はい、ということですね、そばをねちょっといただいて最後に、うん、美味しいね、カムラシそばね、はい、ということで、あのバイク屋の、昼食、こんなね動画に付き合っていただいた皆様誠にありがとうございました。あと少しでねありがたいことに1000人ですよ。あと多分今週いけるかな、あと20人ぐらいなんですよね、今週でいけるかな、減る場合があるんでね、うちの動画も減るんですよたまに、ね、でも大体こうちょこちょこちょこしか上がんないって感じ、最終的にはね上がっていく、ありがたいことにね、うん、この間ね、マイナス6になりましてね。初めてですね、マイナス6。大体あの、2とか3はあるんですけど、1日にマイナスってね。マイナス6っていうのは久しぶり。っていうか初めて。そこまで減ったのは。4っていうのがあったかな。6っていうのはね。2桁はまだないんですよ。1日に2桁減っちゃうっていうのは。うん。そんなこと言って減ったりしてね。まあ、それもまた、あれじゃないですか。1日に1000だろ、2000だろ、減ったり増えたり増えたり増えたりしてたらたまんないよね。